こんにちは、一ノ瀬です。今ですね、空港内におりまして、ちょっと放送とかね聞き取りづらいかと思うんですけれども、福岡空港にね今いるんですね。でなぜ福岡空港にいるかということなんですけれども、加古さんのね追っかけではなく、私ですねこれからの海外に行こうと思っておりまして、国際線のターミナルで今ですね搭乗待ちをしているというこういった状況でございます。で、今日ね加古さんがちょうど福岡にいらしててですね、で福岡三越の方でですね日本工芸展をご覧になられたというようなお話が報道されておりましたけれども、加古さんは国内線でね、東京にねお戻り済みだと思うんですけれども、福岡空港でですねそんなに大きくはないんですが、国内線と、国際線とですね結構ターミナルの位置が離れておりまして、で私ですねこの国際線のターミナルに来るときに車でね送ってもらっているので、国内線のねターミナルの例えば加古さんが来たことによる警備の状況とかですね、そのあたりは、分からないという状況でございますので、全然ですね加古さんについての情報はないということなんですけれども、でもちょっとですね今日報道を、ね、見ておりますと、他のこのね、福岡三越で会っておりました工芸店なんですけど、他のお客さんがね全然いらっしゃらなかったので、おそらくその福岡三越さんのね開店前の時間にちょっとね、工芸店をご覧になられてなれるためにね立ち寄られたのではないかというふうに思っておりまして、で昨日ですね有田の鎌本さんをね、訪問されていらっしゃいましたけれども、これですね予定を考えると普通にね日帰りでね全然回せた予定ではないかと思っておりまして、例えばね三越さんの開店前に、デパートに寄られてですね、で工芸店をご覧になられて、でその後ね車でね有田の方に行かれて、で福岡から佐賀って大体1時間半かですね2時間ぐらいあれば全然行けるんですよね。で鳥栖なんかはすごく近いので、鳥栖とかだったらもう30分もあればね車で福岡から行けるんで、全然福岡と佐賀って近いんですよね。なので始発のね例えば飛行機とかにお乗りになって、で福岡へ到着されて、その足でね福岡三越開店前に訪問されて、でその後ね、10時前ぐらいから有田の方に向かわれて、で鎌本訪問しての、もう夕方にはね福岡から東京に、ね、お戻りになられることができるんじゃないかと思いますので、スケジュールがですねなかなかこう一泊までするね必要があったのかということをね考えております。で今日ですね、なぜこのね福岡空港のターミナルで撮影をしているかと言いますと、皆様ご覧になられましたでしょうか、ケニアのね大統領夫妻と、天皇ご一家のね昼食会があったわけなんですけども、これがですね本当にこう予想以上にね素晴らしかったということで、年の宮様がね初参加ということで、どうなるだろうかというふうにね、期待半分ですね、見ていたんですけれども、期待以上ということで、本当にね初のこういった外交デビューとは思えないほど堂々としておられて、そしてですねこう相手側からのこう話しかけにね応じるだけじゃなくて、ご自身自らもですねそのお客様というか訪問団の方に話しかけられるというような形で、堂々とねされておられたんじゃないかというふうに思いました。で、お座席としてはですね、皆様もご覧になられてるんじゃないかなと思うんですけれども、いつもの、こういったね昼食会で紀子さんがね座ってらっしゃった席に、年の皆様が今回お座りになられていたので、なので中央にね、皇后陛下と天皇陛下がお座りになられて、でその横に天皇陛下側に大統領夫人ですね、ファーストレディが座られて、で皇后陛下のお隣にケニアの大統領がお座りになられて、でそのお隣が年宮愛子様ということで、そのまたさらにお隣がケニアのね訪問団のご一行の方の女性のね方がお座りになられてて、年宮様は主にねその女性の訪問団の、ね、お一人の方とお話をされていらっしゃったような感じなんですけれども、でね本当にねこう皆様ね同じ感想をお持ちになったと思うんですけど、音声なし会っていうね、それですよね。やっぱりねいつまでもねこうサイレントフィルムだった時代の伝統をね、伝統を壊すところは壊していただいていいと思うので、やっぱり音声付きのね映像でねご覧拝見したかったなというふうにね思っております。
で今回ね昼食会拝見させていただいて本当に、ね、しっかりしておられるし、確かねこう青年会見の時はねちょっと人見知りをするっていうようなね、ご自分の性格についてお話をされていたかと思うんですけど、もう今日ね拝見したらもう人見知りなんてもう全然ね克服されておられて、もう本当ににこやかにね、しかもこう演技っぽくなくこうわざとらしい笑顔ではなく、まあ、自然なね本当にこう、スマイルで、で訪問団の、ね、方とお話をされてあって、なんかこれだよねっていう感じですよね、まあ、私たちはこういうのが見たかったんだってね、そんな気が、いたしました。で音声が、ね、なかったので、まあ、もちろんね、どんなお話をされていたのかっていうのはわからないんですけど、まあ、私の個人的な印象では口の、ね、動かし方を拝見しておりますと、多分ね英語かもしかしたらフランス語かなみたいなね、そんな感じがしましたので、多分口の動かし方の感じは日本語じゃないと思ったんですよ。で会話の取っかかりの部分は多分何々はいかがでしたかみたいな、なんか例えばですね、ご旅行というかこう日本のことに関してとか、まあ、分からないんですけど、まあ、何かいかがでしたかみたいなことを聞いておられたのかなというね、そんな印象がいたしました。でもちろんねこれは私の勝手な想像でございますので、実際のね、会話の内容はまた報道があるかもしれないんですけれども、音声が、ね、ないというのが、ね、非常にこう残念でございました。で、今、ね、この国際線に私おりまして、これからどこに向かうかという話なんですけれども、実はですねこれからフィリピンの、ね、マニラに向かおうと思っておりまして、ちょっと仕事の関係ということでございますが、このですね、マニラに行きがてら私の20年来の友人という方がもうお仕事をねリタイアされて、まあ、全然お若いんですけどまだ50代の方なんですが、もう稼ぎ倒してですねそして引退をされてて、でフィリピンのですねマニラから車で6時間ぐらい行ったところのバギオっていうね、なんていうんですかね、こう日本で言うと軽井沢みたいなちょっと避暑地みたいなところに住んでらっしゃって、で今回ですねマニラに行きがてら、そのバギオというね私の友人が住んでいる場所にも行って、友人にもちょっとですね、会ってで、帰ってこようかなというような感じなんですね。でその友人というのは私が会社員時代にね、知り合いまして、その会社の中で一番まあ親しかった友達ということだったんですけれども、でもその後ねこう転職されまして、で私もね会社辞めて自分の会社作ったりとかしてて、なんでまあ10年ぶりぐらいに会うような感じなんですね。でその方は本当にですね頭がよくって、なんだろう帰国子女枠とかですねインターナショナルスクール枠とかじゃなくてちゃんとこう ICU に入っておられて、まあ、卒業されてですね。で私結構英語上手な方結構知ってるんですけれども、本当に帰国子女とかですねもう日本語より英語が得意なんですっていうようなそういうジャンルの方を除くと、もうアメリカに1年ぐらいねちょっとその ICU の関係で留学してましたぐらいの、海外渡航歴の人の中では一番英語が上手だと思ってるそんな方でございますので、でですねお仕事はまあ辞めてしまわれたんですけど、その最後の仕事は、JICA の関係の、海外のね ODA といいますか政府開発援助のそういう、こうプロジェクトを企画して、でその案件を取って JICA から予算を取って、で実際にその予算を取ったら自分がプロジェクトマネージャーとして、海外に、ね、赴任するといったような仕事をされてて、まあ、私が知ってる中でもブラジルとかですねあとウズベキスタンとかあとまあフィリピンとかもね、そうなんですけど、まあ、そういうところの、JICA の、ね、プロジェクトを、ゲットされて、でそれでほとんどね海外にね、あちこち行ってらっしゃったような方でございますので、まあまあ、友達としてね会うのであんまりこう仕事のことをね、どうのこうのねほりはほり聞くつもりはないので、こう新たな情報とかはねご紹介できないと思うんですけれども、まあ、その JICA 絡みのねお話なども、聞けたらなんかね、どこかの機会でご紹介したいなというふうに思っております。まあ、そのような形でですね本当にこの動画は編集なしでねアップしようと思っているので、
結構その、テンポが悪かったりとか言葉の言い直しがね多かったりして聞きづらいところがあるかと思うんですけれども、まあですね、ひとまずね、ケニアのね、大統領を招きした天皇ご一家の昼食会が本当にね、敬宮愛子さま初デビューとして素晴らしかったというね、このことをどうしてもお話ししたく、このですね、空港のターミナルで動画を撮影しているといったような状況でございます。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また現地に、ね、着きましたら動画の方ですね更新してまいりたいと思います。